戦争初期の大陸軍によるカナダ侵攻作戦中1776年5月18日から27日にかけて行われた一連の軍事的衝突である。これらの戦闘はモントリオール市の西28マイルにあるシーラーズ付近で起こり、小戦闘ばかりだった。大陸軍の部隊が主にロコイ族インディアンの大部隊と少数の民兵を率いるイギリス軍の抵抗を受けた。 モントリオールの大陸軍守備隊を指揮していたベネディクト・アーノルド順将はイギリス軍とインディアンがモントリオールの西で軍事的な準備をしているとの噂を耳にした後1776年4月にシーダーズに文献隊を置いたこの文献隊はイギリス軍のジョージ・ホースター隊員が率いるイギリス兵とインディアンの連合軍と対峙した後の5月19日に降伏した シーダーズに向かっていた大陸軍の援軍も5月20日に短時間の小競り合い後に捕獲された。アーノルドがこの地域にそこそこの勢力の部隊を率いてきており、これらの捕虜はすべてフォースターとアーノルドとの交渉後に釈放された。その交換条件は大陸軍が捕まえていた捕虜を同数だけ釈放することだった。しかし、この取引は大陸会議によって拒否され、 イギリス兵の捕虜は釈放されなかった。シーダーズで大陸軍を率いていたティーモシー・ベデル大佐とアイザック・バターフィールドーベデルは改めて志願兵として功績を挙げ、1777年に新しい任官を受けた。この戦闘に関する報告はしばしば営利で被害を異常に誇張したものがあり、イギリス軍の大半を占めていたイロコイ族が行った残虐行為については、 嘘の証言もあった。詳細は、カナダ侵攻作戦を参照。シーダーズは、現代のモントリオール市中心部から約28マイル、セントローレンス川の北岸にあり、オタワ川を分けるモントリオールと西端から南西にあった。セントローレンス川のこの辺りは急流だったので、陸上輸送を必要とし、川からモントリオールに出入りする者にとって、戦略的な上陸点だった。 オタワ川を渡るときはアン・トリデとカンズ・シーヌの間で行われた。アメリカ独立戦争初期の1775年9月、大陸軍はまずフィリップ・スカイラー少将、その後、セント・ジョンズ・トリデが陥落した後の11月13日には、モント・リオール氏が戦闘なしに占領された。モント・ゴメリーは、ケベック市に進軍するために、モント・リオール氏には、 デイビッド・ウスター少将のもとに守備隊を残していった。モントリオール市の占領は管理がまずく、アメリカ側を支持するものを含め住民と大陸軍との関係が様々な理由で悪化した。このまずい関係を作った重要要因の一つは、セントローレンス川上流や五大湖のインディアンとの交易を禁じたことだった。これは交易で得られた物資がそれらの地域にいる。 イギリス軍守備隊を支援するために使われる可能性があるからだった。モントリオーレ氏にとって毛皮貿易は経済的に重要なものであり、それがなくなることはアメリカ側を支持する者も,も反対する者にとっても影響を与えた。デイビッド・ウースター少々1775年の大晦日にあったケベックの戦いで大陸軍が敗北した後、ウースターは ケベック市に援軍を率いて動いた。ウースターは1776年4月初旬にケベック市に到着し、モントリオール市の軍管理は一時的にモーゼスヘイズン大佐に、さらに後にはケベックから戻ってきたベネディクト・アーノルドに任された。市を占領している大陸軍守備隊は総勢約500名であり、他に市郊外の前進基地にもいくらかの部隊がいた。 ウースターは3月5日にはすでにスカイラー少将にあてて、死の西部でイギリス軍とインディアンが動いているという噂を伝えていた。これらの警告文書に加え、二人の毛皮交易業者とモントリオールにいたイギリス側インディアン代理人、クロード・ドローリミエが承諾を得ずに死を離れたこともあり、ヘイズンは、ベデル連隊のティモシー・ベデル大佐に400名の兵士をつけて、4月初旬に、 戦略的な拠点であるシーダーズを占領するために派遣した。アイザック・バターフィールド中尉が先遣隊を率いて4月26日にシーダーズに到着し、木製の防御策を備えた砦の建設をはじめ2問の4本の方で攻撃に備えた。ベデルと残りの部隊は5月6日に到着した。インディアン代理人のクロード・ドローリミエは、そこでは イギリス軍第8不評連隊のジョージ・フォースターが指揮する一個中隊がプレゼンタシオントリデに駐屯していた。ロリミエはインディアンの戦士を徴兵してモントリオール市の西から大陸軍に攻撃をかけることを提案した。これにフォースターも同意し、ロリミエはセントレジスに行ってアクエサスンから100名のモホーク族インディアンを徴兵した。この動きに関する情報によって 大陸軍は、シーダーズの防御を固めることになった。5月初旬、ナイアガラトリデでロイヤリストのジョン・バトラー隊員が、主に色濃い連邦に属する6部族からの、数百名のインディアンと会合を開いた。バトラーの目的はそれらインディアンが1775年に行った忠実の制約を破らせることだった。 バトラーは、経験を積んだインディアン代理人であり、インディアンに酒を飲ませ、戦闘の話を持ちかけた。結局セネ家族、カユ家族及びを飲んだ家族の戦士50名以上を、イギリス側につくよう説得し、さらに西部の地域からも、いくらかの戦士を募った。歴史家たちはこれら徴兵に応じた者たちがシーダーズの戦いに参戦したか確認できていないが、その可能性は、 薄いと考えられる。歴史家のスタンレーは、参戦したインディアンは遠く、ガナノクまで徴兵に行っていたロリミエが徴兵したものに限られとの意見である。ランクトットとスミスは、戦闘に参加したものの具体的部族を特定していない。ロリミエと共に、モントリオールを離れた毛ワ公益業者の一人である、ジェームズ・スタンレー・ゴッダードはさらに西まで進んだが、 結局、ケベックを占領している大陸軍に反抗するインディアン部隊を立ち上げられなかった。ゴッダードは6月にミチリマキナックトリデに到着し、そこのイギリス軍指揮官であるアレント・ド・ペイスターがグリーンベイ近くのメノミニー族とイネバゴ族インディアンを徴兵するためにゴッダードを派遣した。これと同時に、ド・ペイスターは地元のインディアン通訳、ジョセフ・エーンスを 取り出に近いインディアン部族から徴兵するために派遣した。これらのものに徴兵されたインディアンは、大陸軍がモントリオール市を離れる前に到着することはなかった。ロリミエは、オスウェガッチーで、戦力が集まり始めると、同調的な牧師と共にシーダーズの近くで舞台に、物資を供給するための手配を行った。第8不評連隊の兵士の援助をも得て、 セントローレンス川を渡ることができる地点近くにバトーと呼ばれる喫水の浅い船を幾隻架格した。フォースターは約40名の正規兵、10名の英語と不都合を話すカナダ民兵及び160名の色恋イ族インディアンと共に5月12日にオスウェガッチーを出発した。5月14日、セントフランシスでさらに44名の色恋イ族インディアンを加え、 5月16日にはセントフランシスコの生誕で宿泳した。5月17日、シーダーズにいる敵軍の勢力について、石膏の報告を受けた。インディアンたちは敵軍の勢力を心配していたが、大陸軍がケベック市から退却しつつあるという知らせが入り、これが彼らを勇気づけることになった。5月15日、ベデル大佐がシーダーズを離れ、砦の指のは、 バターフィールドを注意に任せた。ベデルは、後に、この出発の理由が、友好的コーナーが属インディアンと、会見するためだったと主張した。その軍法会議の席で、ンジたちは、この主張は、疑わしいと結論付けた。ベデルは、モントリオールに戻り、ホースター隊員が指揮する第8不評連隊の150名と、色恋属インディアン500名が取り出に接近しつつ、 あると報告した。この報告を受けたジョン・パターソンはその連隊の中から、ヘンリー・シャーバーン少佐に140名の兵士をつけて、シーダーズに派遣した。アーノルド将軍は、当時ソレルで撤退途中の大陸軍指揮官と会談しており、モントリオールからの知らせで死に戻り、さらに大きな救援部隊の編成に取り掛かった。部隊の動きを示す地図、イギリス軍の動きは赤で、 大陸軍の動きは青で示す。フォースターの部隊は5月18日に大陸軍が駐屯している砦の近くで上陸し、大陸軍の降伏を要求する伝令を送った。バターフィールドは武装したままの撤退を要請したが、フォースターが拒んだ。両軍は重火を交わした。その戦闘の最中にフォースターはシャーバーンの部隊が、 オタワ川をモントリオール島からカンズシェーヌに渡ったが、シーダーズがすでに陥落していると思ってサイド川を渡って撤退したという知らせを受け取った。この知らせで包囲側は翌日の攻撃をさらに強めることになった。イギリス軍にはジャンバティスト・テスタールド・モンティニーの指揮で40名のカナダ人が到着して勢力を増した。フォースターはこの部隊を シャーバー安隊の攻撃に発見した。シャーバー安隊が再度前進を開始したという知らせが、ホースターの元に届いたが、バターフィールドはこれを知らずに、砦の降伏を通知してきた。降伏の条件には捕虜になった兵士の身の安全を保障することも含まれていた。色恋族は、砦の中の店を略奪し、捕虜たちには貴重な個人の所有品を入れておく。 小さな袋さえも所持を許さなかった。シャーバーン隊は5月17日、オタワ川を挟んでカンズシェーヌの対岸、アントリデに到着した。翌日川向こうに送った石膏はロリミエに捕獲された。その石膏は自分が捕まったことをシャーバーンに知らせることを許された。その伝言には500名のインディアンがシーダーズで砦を囲んでいることも含まれていた。その結果、 シャーバーンは、とかを送らせることを決め、モントリオールにはさらに援軍を送ってくれる、よう要請する伝言を送った。5月20日、シャーバーンは、前進を決断した。その兵士たちの何人かは明らかに天然島の、後遺症に苦しんでいたので、彼らは後方に残した。シャーバーン隊は、約100名の部隊でシーダーズから約10マイル離れた、カンズシェーヌに上陸した。 このとかの情報を受け取った、フォースターは、ロリミエに100名のインディアンを率いて、シャーバーン隊を阻止するよう命じた。ロリミエは、当初40名の戦士を集めただけだったが、道すがら他に40名が集まってきた。シャーバーンはバターフィールドが、すでに降伏したことを知らず、前進してくるロリミエの部隊に直接事態をぶつけた。両軍は、およそ分間戦闘を交わしたが、より、 大勢の敵に攻撃されていると信じていたシャーバームが降伏した。色恋族は捕虜が砦の守備隊ではなかったので自分たちの戦利品だと主張し自分たちの損失に対する報復のために捕虜の何人かを殺す準備をした。フォースターが身の白金を払ってそれを何とか食い止めた。しかし捕虜が着ている衣類を除いて所持品全てを色恋族が奪うのを止めることはできなかった。 ベネディクト・アーノルド殉将ホースターは、その戦勝の後で捕虜すべてを含む部隊をカンズシェーヌまで動かし、そこでさらに多くのロイヤリスト民兵が集結した。そこに、捕虜のいくらかを残し、5月23日には、モントリオール島の南西端にあり、モンティニーが所有する防御施設、センネビルトリデに前進した。一方大陸軍のアーノルド将軍は、 モントリオールに残っていた数少ない兵士の大半を寄せ集め、市外の全身基地に駐屯する部隊にも援軍を要請した。5月24日までに市の南にあるラシーンに残壕を掘らせ、その総勢は450名に達した。フォースターはラシーンに向かって進軍を始めたが、その石膏がアーノルド隊の陣地について情報をもたらした時にカンズシェーヌへの交代を決断した。 ォースターは、モントリオール市内から、アーノルド隊は大量の援軍を得る予定だという、情報も受け取った。その援軍の数は1500とも2000とも言われたが、これはこの地域で集められる数を超えていた。アーノルドは、ォースター隊が交代しているという石膏の報告に、接して、追撃を始めた。5月26日には、センネビルトリデに到着して、これを燃やしたが、それは、 フォースター隊の兵士がカンズシエヌの騎士に上陸した時だった。アーノルドは大陸軍に友好的なもフォーク族インディアンの集団をイギリス軍に派遣し、フォースターに捕虜を解放するよう要求し、もし捕虜に危害を加えれば地域のインディアン集落を破壊するという脅しをかけた。フォースターはアーノルドが攻撃を始めればインディアンに捕虜を殺すことを認めることになると反論した。 アーノルドは、平底船で、多くの兵士を連れてオタワ川を渡ろうとしたが、ホースターは、チーダーズで捕獲した4ポンド砲を使って、これを撃退した。戦闘後の動き、A、B、イギリス軍のセネビルトリデへの移動、5月20日から23日、C、イギリス軍の撤退、5月24日から25日、D、E、大陸軍のオタワ川を渡った進軍。 5月26日、アーノルドは作戦会議を招集し、選択肢を協議した。アーノルドは翌朝吸収をかけることを望んだが、フレンチ・インディアン戦争でインディアンとの戦闘体験を積んでいたモーゼス・ヘイズンが、その考えに反対した。この二人の間の不一致は激しいものがあり、アーノルドがヘイズンを命令不服従で起訴する寸前まで行った。作戦会議は、 アーノルドの提案する攻撃作戦を氷決にかけ、行動しないことに決めた。5月27日早朝、一隻の船が川を渡り、シャーバーン少佐とフォースターの副官であるパーク注意を運んできた。フォースター隊は、インディアンの何人かがその家に戻って勢力が減じて、いたので、シャーバーンやバターフィールドと捕虜交換を交渉した。さらに交渉が続いた後で、 アーノルドもホースターも交換条件に同意した。大陸軍捕虜は川物風が強かったために2日遅れて5月30日にアントリデにいるアーノルドのところに戻された。大陸軍側は自軍の捕虜交換を実行しなかった。正式には大陸会議がジョージ・ワシントンの抗議にもかかわらず同意事項を否定し、ホースターが捕虜をインディアンに渡すことで虐待したと非難した。 ヘッジケット違反を求断する手紙がイギリス軍総司令官で植民地総督のガイカールトンではなくジョン・バーゴイン中将に当てて送られた。この大陸軍の行動は当時モントリオールにいた大陸会議代表団の一員チャールズ・キャロルから100人以上のアメリカ兵が野蛮人に残酷に殺害されたという過剰に悲惨さを伝える証言によって悪い方に動いた可能性がある。 この事件に関するアーノルドの報告書には、二人の捕虜がホースターのインディアンに殺されたという根拠のない陳述が含まれていた。この事件に関する歴史資料ではによる、資料インディアンによるかなりの残虐行為に関する証言が含まれているが、これを支持する証拠はほとんど見つかっていない。この大陸会議による拒否は1781年の捕虜交換の時に事態を複雑にした。 この時はイギリス軍のバーコインとサウスカロライナ州出身の大陸会議代表でロンドン島に交近されていたヘンリー・ローレンスの交換だった。ローレンスはチャールズ・コーンウォリス解放の交渉を援助する約束と引き換えに解放された。アーノルドは当初この敗北の責任をベデルに負わせた。アーノルドはベデルとバターフィールドを指揮系統から外し軍法会議のために ソレルに送った。大陸軍がソレルから撤退したために、二人の軍法会議は1776年8月1日になって、大ンデロガトリデで行われた。二人ともに有罪とされ、軍隊から解雇された。ベデルは志願兵として従軍を続け、1777年10月にバーゴインが降伏した後、大陸会議から新しい任官を与えられた。 ありがとうございます。